今、表示名のところに丸、前に丸がついている方が、今回、パネリストとして、いろいろ皆さんに、初中等教育はどうなんだっていうのをお伝えする、パネリストの皆さんとなります。少し、画面共有させていただきます。ちょっと待ってください。まとめから言ってしまいました。はい。今日なんですけれども、インドの初中等教育機関の日本語教育について、実際にインドの初中等教育機関で教えておられる先生方と一緒にお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。まずパネリストなんですけれども、全員で、今回7名の方がいらっしゃいます。まず、西インドのアメア先生、そして次、北インドのバビタ先生、北インドのジテンダル先生、そして、東インドのプーナム先生で、北インドのルチ先生と同じく、ラシミ先生、そしてバンダナ先生、そして最後のあのオレンジ色になっている先生は、インドの初中等の教師会もされ、教師会の会長もされているジャスプリット先生。ジャスプリット先生にはサポートの方で回っていただこうと思っています。はい、では、今日の、お話の流れなんですけれども、まず、インドの、初中等についてご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、少しだけ私の方からご説明をさせていただきます。その次には、新型コロナウイルス以前の、インドの初中等教育機関における、まあ、日本語教育についてお話ししてもらいます。そして、次は、ロックダウン直後、そして現在についてお話をしていただいて、次は新型コロナウイルス後の、まあ、大体、2021年、3月ぐらい、ちょっと学期末かなと思うので、そこのあたりをお話しいただこうと思います。そして最後、少しだけまとめをさせていただきます。はい、まず、基本情報なんですけれども、まず、州によって、すみませんね。はい、州によって異なるんですが、原則として次のようになっています。まず、初等学校、上級初等学校と中等学校、上級中等学校というふうになっています。そして、このオレンジ色のところは義務教育となっていますが、その後の白い部分は義務教育となっていません。そして、各学校なんですけれども、ボードと呼ばれるシラバス選定、であったり修了試験実施団体というものがあります。それらから、学校がシラバスを自分の学校にあったシラバスを選んでいます。北部の場合は CBSE というボードがよく、まあ、採用されていまして、あと西の方マハーシュトラ州ですとマハーシュトラステートボードなどが、よく採用されています。はい、でまあ、南であっても西であっても、CBSE のボードがいいなと思った学校は CBSE のボードを採用していたりもします。そして、1年生から8年生なんですけれども、課外授業として独自に日本語を導入している機関が多いです。でこの場合は、シラバスは特にないそうです。ただ、まあ、9年生に上がっていくとだんだんこう文法とかも勉強していくので、低学年のうちにひらがなを覚えてもらおうっていうところは、ひらがなを、まあ、最初の授業に入れていたりですとか、あと楽しく日本語を勉強してほしいなって思っている学校は、クラブ活動、まあ、折り紙をしたりとか、まあ、文化体験をしたりとか、あとはこう簡単な日本語の歌を覚えるなどいろいろしているようです。はい、そして、9年生から12年生は、いろいろなパターンがあります。必修科目であったり選択科目、あとホビークラスなどもあるそうです。で必修科目となっている期間では、10年生と12年生に修了試験があります。修了試験はその上に書いてありますシラバスボードのところに、出されているというか、まあ、そのボードが作っている試験を受けるということになっています。でこのボードの試験なんですけれども、大学入学試験と直結しているということで、初中等の先生たちは結構ボードの試験についていろいろ厳しくチェックをしつつ、はい、教えているということになっています。はい、でインドの初中等なんですけれども、デリーや、
まあ、デリー付近の州ですね。の学校の、で特に CBS に加盟している学校がですね、約80校ぐらいありまして、でそこで日本語の授業が行われています。でまた最近は西インド、それこそアメア先生のナグプールですとか、あとプネのあたりでも、初中等で日本語の授業がだんだん盛んになっているということを私も耳にしてて嬉しく思っています。これでちょっと簡単なんですけれども、基本情報を終わらせていただきます。で次なんですけれども、コロナウイルスが流行する前の話を少しお話ししていただこうと思います。でまず先生方のバックグラウンドなど皆さんも気になるかなと思われるので、こちらの方で質問を3つ考えました。これを1人ずつの先生に質問をしていきたいと思います。アメア先生、この3つの質問お答えどうですか？はい、どこで勉強したかという質問に、最初に、答えさせていただきます。実は私、専門はコンピューターと語学なので、日本語は正式に、学校の科目や大学の科目として勉強した、したわけではなくて、個人授業で日本語を勉強しました。で、日本語教授法についてなんですけれども、国際交流基金日本語国際センター主催の南アジア若手日本語教師招聘研修、2ヶ月ぐらいの研修でしたけれども、その後海外日本語長期研修、6ヶ月の研修に参加しました。そこで日本語教授法を勉強して、日本事情とかにも、ついていろいろ勉強してきました。今の学校についてなんですけれども、日本語教師は私と他にも、一人の先生がいまして、合わせて2人で授業をしています。でシラバスはこのマラシタ州の、修了試験実施団体マラシタステイトボードが提供しているシラバスを教えています。で去年からは、新しく、マラシタ州の先生方、マラシ先生もいらっしゃると思いますが、先生方が作った春1と春2、という、教科書を使って、教えています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次は、バビタ先生お願いします。はい、私、デリーパブリックスクール、グレートノエダに勤めています。私は東京外国語大学で、1年半ぐらい日本語を勉強した後、教え方は JF で学びました。で今はフルタイムで働いていて、日本語の先生が全部で学校で2人います。それで以上になります。はい、ありがとうございます。では次、ジテンダル先生お願いします。はい、こんばんは。ジテンダルと申します。今私は DPS ソニパで日本語をしています。どこで習った、勉強したのは、自我という、インスティテューションで勉強しました。デリにあったり、それは。あとは、次、TF でもちょっと勉強した。日本語教え方について学ぶのは、JF の、デリーセンターとか、あとは日本にある日本語センターでもちょっと勉強した、ね。はい。学校に日本語教師が何人いますか？今は私だけ。です。はい、じゃあこれ以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。では次、プーナム先生どうですか？プーナム先生。はい、すいません。はじめまして。プーナムナンドディと申します。私は実は出身地は北インドですけど、結婚の後はずっと東インド、コルカッタに住んでいます。コルカタから私は結婚した後、日本語の勉強を始めました。コルカタにある言葉学校と IJLSS という言葉学校で5年間のパートタイムサティフィケーションコースをしました。そして数年、日本語の教師として仕事をしました。その後は2005年にデリーに行って、デリー大学から修士の学位を取りました。
それは私の勉強についてです。 そして教え方というのは、どこでそれをトレーニングしましたということです。それは別にどこでもどんなところ何か別特別なところに日本語の教え方を習いませんでしたけど、日本語ワークショップ、例えばジャルタイとジャパンファンデーションのたくさん日本語教師のワークショップのにトレーニングをもらいました。それは本当に便利、私のために勉強になりました。そして私は国際交流機関の北浦和センターでも行きました。それは短期教師研修生として2005年と2012年に行きました。本当に素晴らしい経験でした。それはいろいろな研修生と一緒に日本語の学習をして、本当に私にとって素晴らしい経験でした。そして私の学校ということです。私の学校の名前は国際コルカタ国際学校です。カルカタインターナショナルスクール。はい、それは一つだけ東インドに一つだけの日本語を教えている学校です。はい、私はその学校でパートタイム日本語を教えています。はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。プーナム先生一人だけですよね、学校で教えているの。はい、一人だけです。はい、一人で頑張っておられるということです。ありがとうございます。じゃあ次、ルチ先生どうですか。こんばんは、皆さん。ルチと申します。DPS、デリーにある DPS マトラロールという学校で日本語を教えています。日本語を習うのは日本語センター、あとモザイ、ジャプロックで、まあいろいろなところで、まあ日本語を習いました。トレーニングは、JF のティーチャートレーニングセンター、いろいろティーチャートレーニングセンターに参加して、まあ、教え方を習いました。まあ、北浦和でも行ったことがあります。15間小さいプログラムでした。そのプログラムに参加して、まあ、教え方を習いました。私は、6年生、8、9、10年生の生徒を日本語を教えています。28年、生徒ですね。まあ、そんなにたくさんじゃありません。まあ、6年生は、橋、あと、梅という教科書を使っています。9年生と10年生は、みんなの日本語、あと、春一を使っています。ルチ先生、学校に先生は一人ですか？はい、前は二人でしたが、今は一人で教えています。はい、ありがとうございます。後でまた教科書のことは聞きますね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、ラシミ先生、お願いします。ラシミ先生、皆さん、こんばんは。はい、私はラシミ。はい。皆さん、こんにちは。はい、私はラシミと申します。MIT International School Vasundhara 6、ガジアバードで日本語を教えています。モサイ学校、インスティテュートで3年間に日本語を勉強しました。私の学校に2人先生がいます。はい、フルタイムです。はい、よろしくお願いします。あれ、ラシミ先生、どこで日本語の教え方を勉強しましたか？私は無才で日本語を習いました。うん、教え方はどこで勉強しましたか？ジャパンファウンデーションから日本語の国際センターで、はい、いろいろなトレーニングプログラムを、はい、勉強しました。なるほど。日本語を勉強したのは無才で、トレーニング、教え方のトレーニングを、はい、教え方は、はい、日本語の国際センター。はい、なるほど。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ最後、バンダナ先生どうですか？バンダナ先生、ミュートです。
はい、すみません。こんにちは皆さん。私はワンダナと申します。アルバチンインターナショナルスクールデーリーという学校で日本語を教えています。モサイで日本語の勉強をしましたけど、教え方はジャパンファウンデーションで習いました。今もう一人の先生と一緒に11年生から12年生まで教えています。どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、いろいろな初中等の学校の先生たちのこうバックグラウンドがあって面白いなと私の方も思いました。では次の質問に移りたいと思います。さっき少し先生たちも教えてくれたんですけれども、学校の授業についてもう少し詳しく教えてもらえたらと思います。アミヤ先生、お願いします。はい。うちの学校では11年生と12年生に向けて日本語の授業を設けています。このまま。止まってしまいました。大丈夫ですかね。勉強することができます。そして先ほど説明した通りにシラバスはこのマラシュタステートボードの決められたシラバスです。でうちの学校のデータとしては11年生は2019年度には10名、そして12年生は15名、合わせて25名今勉強しています。で週に5回授業していますが、1つの授業は40分の長さですね。はい。で使用教科書は先ほども繰り返しにありますが、11年生は春1という新しく作られた教科書で、12年生は春2という教科書です。2つに分けられて春というとしても言ってもいいですし、この春1と春2の前は日本語処方を使っていましたが、春1と春2を使ってからの評判も学生たちに聞いたら、とても賑やかな教科書になりましたということが分かりました。で、理由、学生たちが、学習者が日本語を学ぶきっかけは何ですかという質問ですけれども、理由はいろいろありますが、主な理由は4つあります。日本の文化に興味があるというものはもちろんありますし、日本語を習ってバイリンガル人材が必要となる会社に就職したいということも主な理由として考えられます。で、外国の言葉を習いたいという希望が小さい頃から持っていて、それを11年生になってから可能ですので、習ってみたいということ、また、難しい、言葉を習うことにチャレンジしたいというのも、理由にありました。はい、私からは以上です。はい、ありがとうございます。すごいですね。仕事、将来のことも見ながら勉強している学生さんがいるということですね。ありがとうございます。じゃあ次、バビタ先生どうですか？マイクがミュートです。はい、今聞こえますか？聞こえますか？大丈夫ですか？大丈夫です。聞こえますよ。はい。はい、うちの学校は、4年生から10年生まで教えていて、学習者人数はだいたい20人ぐらいです。まあ、それは一つの、クラスだったら、その場合はだいたい20人ぐらいで、多いクラスは7年生と8年生まで、で、まあ、年生で33人ぐらいいます。全員で今は、180人ぐらい、日本語の学習者がいます。一週間に全部で20コマ教えています。教科書って言えば、4年生と5年生では、橋という、教科書を使っています。で、6年生から8年生までは、梅や桃です。
で9年生からはみんなの日本語を使っています。で学生は、日本のアニメにはもちろん興味を持っています。そして、日本の文化にもなんかいろいろアニメから見たりして、でそれでもなんか、日本の文化には結構興味を持っています。まあ、10年生になってから、日本に留学したいな、そういう夢も、持っているので、それで日本語を勉強しています。はい、以上、ありがとうございます。はい、じゃあ次は、ジテンダル先生お願いします。ございます。私は DPS オニカで4年生から12年生まで日本語をしてですね、大体の人数は全部で70年ぐらい勉強が日本語を勉強しています。教科書について話すと、4年生は自分で作ったノーツを使っているんですね。5年生は梅を使っています。6年生と7年生は日本語録という教科書を使っています。8年生は桜、じゃあ9年生からみんなの日本語を使っています。それは興味について話すと、大体ボビタさんとアメさんと同じと思うんですね。じゃあこれで以上です。はい、学生さん日本の文化とかアニメとかについて興味がある人が多いってことですね。ありがとうございます。じゃあプナム先生お願いします。あ、はい、はい、はい、私は私の学校 のカルカッタインターナショナル学校 の教授、日本語の教授についてちょっと少し具体的に話したいです。2008年に私は日本語のコースを紹介しました、この学校では。その時はこの勉強、日本語は教科外活動として学生たちは習っていましたけど、それは例えば部活動として習っていましたけど、2014年にインターナショナルバカロリエットディプロマプログラムの中にも日本語を含まれることになりました。だから2014年から日本語の科目もインターナショナルバカロリエットディプロマプログラムの中に入りました。日本語の科目というのは言語の科目の中に3つの言葉があります。スペイン語とフランス語と日本語。学生たちは3つの中から1つを選んで勉強します。この勉強は2年間の勉強です。例えば高等12年生と13年生、グレード11とグレード12の生徒さんは勉強します。そして日本語のプログラムは私の学校だけであります。インド全体にどこでも IBDP プログラムの中に日本語がありません。だからそれはちょっと私のレスポンシビリティは大変と思います。そして教科書として丸ごと入門と丸ごと初級を利用します。理解と活動も使います。でもそれは学生たちは自分で、その理解と活動は自分でうちで勉強します。参考書として元気と元気ワークブックも使います。そして丸ごとの本は IB の勉強のために本当に全ほとんどのトピックを交わしますから本当に便利です。そして面白い方法で聞く練習と話す練習 と読む練習ができますから、本当におかげこの本は私のために一番いい教科書です。そうですね。そしてどうして学生たちは日本語を習っていますということは、
私の生徒さんはみんなアニメと漫画が大好きですから、そしてマーケットにいろいろな漫画とアニメ映画は触れてますから、学生たちは全部そのことを知っています。私よりもたくさんアニメキャラクターについて知っていますから、多分日本語を習うこと習う理由はそれと思います。漫画とアニメを読むと日本の文化にも興味があって、日本語の勉強をしたがっていると思います。はい、以上です。どうもありがとうございます。はい。いろいろ細かく話してくれましたね。ありがとうございます。じゃあ次、ルチ先生、どうですか？はい。今は、私は、6年生、8年生、9と10年生の生徒を教えています。6年生は6名です。8年生は11名です。あと、9年生は6名、10年生は5名です。週に、6年生と8年生の授業は今オンラインですから、週に1回だけです。それは35分ぐらいの授業です。そして9年生と10年生は週に4回です。それは50分ぐらいの授業です。教科書については、6年生は橋、そして、梅を使っています。8年生は桜です。9年生と10年生は美濃の日本語、そして春も少し使っています。それで以上です。はい。学生はどうして日本語を勉強していますか？はい。その理由は、生徒たちの両親は、日本と、ビジネスがある理由もあるし、兄弟ももし日本語を勉強、例えばお兄さんとお姉さんが日本語を勉強しました。ですから妹か弟さんも日本語を勉強します。あと漫画、アニメも、それは、その理由もあります。なるほど。ありがとうございます。はい、やっぱりね、さっきのプーナム先生と同じで、漫画が好きだったり、アニメが好きっていう学生や、はい、兄弟。漢字も好きです。はい。なるほど。ありがとうございます。じゃあ次、ラシミ先生お願いします。はい。私の学校で、6年生から10年生まで日本語を勉強します、学生たちは。6年生に、60年がいる梅を使います。皆さん。はい。7時と8年生は45年がいる桃を使います。時々桜も使います。はい。9年と10年で、みんなの日本語を使います。1週間にオンラインクラスだから2回クラスがあります。はい。桃と梅、桜、他に、時々、元気プラスとか、はい、桃、何か、丸ごとの本も使います。はい、コミュニケーションスキルだから、いい本と思います。はい。他に、どうして学生たちは、大切なものは、アニメーションです。みんなは、アニメーションは本当に大好きです。他にみんな日本に行きたいです。はい。立命館で他のいろいろな東京大学でみんな勉強したいです。ロボティックとエンジニアとみんな勉強したいですと思います。はい。なるほど。いろいろな、ありがとうございます。いろいろな理由がありますね。はい、あります。はい。ありがとうございます。じゃあ次、バンダナ先生お願いします。あ、バンダナ先生、ミュートです。So, 私の学校で1年生から12年生まで日本語を教えています。それで小学校の場合は人数が多いです。一つのクラスにだいたい30人ぐらい学生たちがいます。年生が大きくなると、5、
を選ぶことができます。中学生は一生懸命に日本語へ行く夢を実現するために日本語を続けます。実際の授業の場合は、私は1週間に24のコマを教えています。でも今、オンライン授業の場合は、1週間に12のコマを教えています。なるほど。すごいですね。私たちは、中学校や高校のために、桃、桜や、みんなの日本語を参考にしていますが、小学校の場合は自分で作った資料を使っています。はい、ありがとうございます。いろいろね、皆さん教科書を使っていたりとか、シートを自分で作ったりということがよくわかりました。ありがとうございます。じゃあ次なんですけれども、次は、インドでは、ロックダウンが3月末頃ですね、にありました。で、その直後、初中等の学校ではどうだったのかということと、現在どうしているのか、さっきもね、少し皆さんが話してくださったんですが、これから少しずつ聞いていきたいと思います。まず、ジテンダル先生、ロックダウン直後の学校や授業について教えてくださいませんか？ありがとうございます。オンライン授業について話すと、あとはね、今は私たちは Google Meet とか Zoom を使っています。Google Meet と Zoom は大体、多分初めちょっと難しかったと思いました。今、それから学校からちょっとトレーニングがあったので、今は大体OK と思うんですね。あとは、ロックダウンの後から大体ね、全部がオンラインだから、今私たちはテストとかテストについて話すと、今はGoogle のサービスがちょっともっともっと使っているんですね。あとは毎日オンラインが授業がある。あ、ジテンダル先生がどこかに行ってしまわれてしまう。ジテンダル先生いますか？あ、落ちてしまったかもしれません。じゃあ、ちょっと戻っていらっしゃる間に、プーナム先生いますか？はい。はい、そうですね。はい、そう、ロックダウンということですね。はい、ロックダウンの、なんとか、アナウンスした後で私の学校もすぐにクローズダウンしてしまった。そして私たち生徒先生方と生徒さんのワークフロムホームというマントラでした。でみんな学家から先生方はうちから学生たちにどうしても勉強を励ましたから、いろいろな課題を出したり、それは Zoom と Google プラットフォームの前のことです、うん、全部なんとか E メールとか Skype とかそれを使って先生方は学生と勉強をどうしても続けました、うん、そして学生たちは宿題はその同じように Google Meet イメールから出しました。そして長い間ロックダウンの続けることを分かって、学校は全部オンラインになりました。だから先生方は自分でオンラインの Google と Zoom のプラットフォームの練習しました。自分でたくさん、それは大変でしたけど、それはそれを練習して全部オンラインクラスになりました。そして、うん、そして学校のトレーニングということは、夏休みに学校はなんとかいろんな方法で先生方は教えましたから、
全部の授業は一つのシステムになるためにLanguage Management Systemということを、ことをしようと、なんとか、それを決めました。うん、そして、夏休みの間に、みんな学生たち、先生方は、このプラットフォームのにトレーニングをしました。それも大変でした。全部、夏休みは、これを LMS システムを、トレーニングの中に、全部の時間は、時間を使いました。そして、それは今は LMS システムの中に全部授業がありますから、本当にスムーズに皆さん、みんな先生方はスムーズに教えることができます。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうなんですね。夏休み、先生たちは休みがなかったんですね。大変でしたね。ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問をしたいと思います。最近の日本語の授業について教えてください。雨宮先生、お願いします。はい。最近は、Zoom の無料版を使用して、オンライン授業をしています。無料版、と言いますので、40分の時間制限は、もちろんあります。でも、普通の学校の授業でも40分の1コマなので、そのまま同じ時間のオンライン授業になっています。そして、宿題は、WhatsApp で写真に撮って、学生たちに出してもらっています。学習評価のためのテストですけれども、8月のテストは Google フォームを使って選択式テストを作りましたが、今週終わったばかりの11月のテストでは、表記テストも Google フォームのファイルアップロード機能を使ってやってみたら、意外と簡単にできました。そしてロックダウンになったときは、教科書の貼るにはまだできていませんでしたけれども、できた後はすぐ州の教育委員会がその教科書の PDF をウェブサイトに載せてくれましたので、オンライン授業は、簡単に、スムーズにできるようになりました。アクティビティについてなんですけれども、オンライン授業は もちろん時間が限られていますので、アクティビティなどはあまり、できませんが、使用教科書の貼るには、インフォメーションコーナーというコラムがありますので、そこで紹介されている歌や簡単な、折り紙のビデオを時々見せたり、また橋の使い方などを、オンラインで教えたり、して、高校生に興味のありそうなアクティビティを少し、取り入れてみました。最後に、問題点についてなんですけれども、うちの学校の例で言いますと、主に3つ、私は、思っております。1つ目の問題点は、オンライン授業の出席率です。学校の普段の授業より、大体半分ぐらいに減ってしまっているので、理由はいろいろありますが、中にも1つ目の大きい理由は、生徒たちは全員自分のスマートフォンや PC などを持っていないということ。また、インターネットの接続の問題も、IT インフラに関する理由ですけれども、それも一つの理由として考えられます。また二つ目は、塾に通っている生徒も大勢います。その塾のオンライン授業と学校のオンライン授業が、同時に行うことがあり、学校の授業をサボって学生たちは、高い授業料を払っているため、塾の授業を、オンライン授業を優先するということもあります。また、マイクやビデオをオフにして何にも反応のない生徒たちもいます。ただ、オンライン授業の時、参加リストに名前が見えてますけれども、本当に本人が授業に参加しているかという、先生の話を聞いているかという確認は、する方法は全くありません。最後に、オンライン教育の時必要となる、自立学習の能力が、まだまだ11年生ですけれども、そういう自立学習の能力がついていないので、学習の評価とかにも、
結構影響がありあるということです。はい。いろいろ課題はありますね。ありがとうございました。じゃあ次、バビタ先生どうですか？はい。まあ、オンライン授業のために、それぞれの学校は、アミヤ先生と同じように、Zoom や Teams や Google Meet などを使っています。で、授業で基本的に教科書の PDF を使っています。そして動画を見せたり、まあ、ブレイクアウトルームで話し合ったりして、インタラクティブにコミュニケーションを行うスタイルの授業を今しています。まあ、前はそれが結構複雑だったんですけど、でも先生たちはだんだんそれになっていて、まあ、今はできると思います。そして、歌やゲームなどで、まあ、前より結構陽気になる授業をしています。問題といえば、まあ、もともとはアミヤ先生が言った通りなんですけど、基本的にインターネットの接続です。そして、まあ、日本語の、教師の立場から言うと、文字の教え方だと思います。そして学生の立場から言うと、まあ、内容を聞き取れなかったら、その場合、なんか学生たち結構混乱してしまう可能性が高いと思います。まあ、他は全部なんか、アミヤ先生が言った通りなんです。以上。うんになります。ありがとうございます。はい、まあそうですね。まあもう一つポイントなんです。さ、学生たちはなんか設備の問題も結構あります。なんか携帯とかパソコンがなかったり、それでも結構問題になります。授業で。はい、それで以上です。はい、ありがとうございます。やっぱり初中等でも。ね、皆さん学生さんは小さいのでスマートフォンを持っていなかったり、インターネットの環境とか教科書もね、外に買いに行くことはまあ難しかったりとかね、いろいろあると思います。はい、なんかそれでなんかスクリーンタイムも結構長くなっていて、うん、なんかそれで両親たちも心配、結構心配していますので、はい。そうですよね。パソコンとかをずっと見ているとね、目が痛くなったりもしますしね。はい、ありがとうございます。で、今のようにこう学校でトレーニングとかもあるんですけれども、今、まあ、ジャスプリート先生もいらっしゃるんですけども、初中等の、教師会、ジャルスタの方では、ロックダウン直後からワークショップをしています。実際にこう Google フォームでテストを作る方法ですとか、あとは授業でアプリケーションを使ったりする。まあ、授業でどのように使えばいいかなどのワークショップなども行っています。で、そういうワークショップに、ラシミ先生、バンダナ先生が参加しているので、参加するメリットは何ですかということをお聞きしたいと思います。ラシミ先生、お願いします。はい、先生。はい、ジャスターで、新しい先生方のトレーニングの中で、いろいろな教え物があります。例えば、日本語の本はどうやって使いますか？どうやって教えますか？他にフラッシュカードで、フラッシュカードはどうやって使いますか？授業で生徒たちと一緒にいろいろなゲームのために、いろいろなコミュニケーションスキルのために使います。他に漢字は本当に難しい、教えるときは本当に難しいと思います。だからいろいろなトレーニング、で、はい、一緒に勉強しますと教えてます。他に9年生と10年生のために CBSC パターン、読解文とか日記とかいろいろな書き方はどうやって使いますか？どうやって教えますか？生徒たちに。他にジャスターでいろいろな学校の先生方がアイディアの交換して、
意見とソリューションも作ることができます。他にいろいろなイベントでか、どか、イベントで、軍読コンテストも、みんな、することができます。はい。はい。ありがとうございました。いろいろ教えてくれましたね。じゃあ、バッタラ先生はどうですか？ジャルスタのワークショップに出てる。はい。大体、ラシミ先生と同じですが、Japanese Language Teachers Association of India。またはジェルスタというのはデリやデリ近郊の学校で教えている先生たちの教師会です。そう、日本語を教えている先生たちのサポートするための教師会です。そう、いつも先生たちは自分のアイデアを交換することができます。そして授業で体験したことをシェアすることができます。それから実際に授業で教えているとき困ったところについて聞くこともできます。そう、本当に役に立つと思います。そう、他には、はい。その方いつもこう皆さんディスカッションしてますよね、ズームの中で、ね。はい、先生。その他に毎年、ジェルスタやジャパンファウンデーションのサポートで、中学生のために、軍読コンテストや高校生のために、PBL Japanese Language ミニキャンプも行っています。それで、学生たちの日本語のスキルを高めるために、とても役に立つと思います。最後ですが、大事なことは、このパンデミックの時のサポートでした。突然、コロナのせいで、実際の授業はオンラインになりました。でも、ジェルスタの先生たちは諦めないで、一生懸命にいろいろなオンラインアップを探して、シェアして、オンライン授業を上手にできるようになったのは、ジェルスタのおかげでした。これで以上です。はい、ありがとうございます。そうですね、コロナが起きる前のワークショップがどんなものだったかとか、あとコロナが起きてからどういうものが先生たちの役に立ったかってことが少し分かってもらえたかなと思います。ありがとうございます、バンダナ先生。じゃあ次の、はい、ところに行きたいと思います。もうコロナ後と書いてしまったんですけれども、まあ大体日本が学期が終わるのが来年の3月。ということで、インドでもどうかなと思ったので、そこの部分をお聞きしたいと思います。じゃあ、アメア先生、どうですか？はい。そうですね。インド、特にこの、うちの学校のマハラシュトラ州だと、修了試験がだいたい2月から3月ぐらいになるのですけれども、この学期はしばらくオンラインで続くだろうと思います。教育委員会、マハラシュトラ州ボードの指示があり、オンラインで教えられるようにシラバスも少し減らしてありますので、生徒たちが真面目に参加している限り、オンライン授業でも、あまりにも大きな問題は、ないと思います。でも、修了試験はどうなるかはまだ疑問です。そして、対面授業のことなんですけれども、昨日新しく指示が入ったばかりなんですけども、11月末から12年生の対面授業を始めてもいいということになっていますが、保護者様から、両親たちからの反対の声がまだ強いので、学校が再開されても、出席率がかなり低いだろうと思います。また、ソーシャルディスタンシングなどのことも考えると、学校側も施設などを完全に準備できていないので、具体的な保証があるまでは学校の再開は難しいと、私は思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。もうちょっとで授業始まるんですね。はい、びっくりしました、今聞いて。ありがとうございます。じゃあ、ルチ先生はどうですか？インドでは、
学校で勉強している生徒の数は多いし、両親もとても心配していますから、オンラインで続けてほしいんです。ですから、このセッションは多分オンラインで続けて、まあ、続けると思っているかもしれません。次は生徒たち、授業は、まあ、次の短期ですね。それについてですね。生徒たちの数が、多いのですから、優しくないと思います。ソーシャルディスタンシングもとても大切ですから、学校が始まる前に何かプランを作らなければなりませんと思います。次のセッションが、次のセッションまでコロナの薬が来ることを願っています。そうですね。学生ね、一つのクラスにたくさんいるので、やっぱりソーシャルディスタンスがね、難しいですよね。早くね、薬とかができるといいんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、長々と皆さんいろいろお話を聞いていただき、聞いてくださった皆さんもありがとうございます。これで、全部の質問を、終わりにしたいと思うんですけれども、まあ、初中等の先生、まず、初中等の先生になるためには、例えば、教育学部を卒業して、日本語の授業もしっかり教えられるようになる人がなれるというわけでもなく、意外とこう、アメヤ先生は民間の日本語学校を自分で契約、ね、経営されてたジテンダル先生もそうですけど、自分の日本語学校経営しながら、学校の方にも教えに行くっていう形をとっておられたり、あと、ルチ先生や他の先生たちのように、まあ、初中等だけに、フォーカスを当てて、はい、仕事をしているおられる、まあ、仕事をしておられる先生もいらっしゃる、など、こう、いろいろなシチュエーションがあります。で、今回来ていただいた先生、すごい優秀な先生たちなので、日本語でね、発表してもらいましたが、初中等先生たちもね、N5 ぐらいの先生から多分 N1 の先生、幅広くいらっしゃるので、また近くの学校とかお知り合いの方いらっしゃったら、ぜひお話をしてもらえればと思います。あと、初中等のコロナ前とコロナ後というか、コロナが起きてから、はい、少しでも皆さんに知っていただけたらいいなと思います。はい。皆さん、聞いてくださりありがとうございました。